悔しいもん。まあ動きで言ったら本当にデッグカールなんだけどね。ただ やれば分かる。そうやんなきゃ分かんない。ちょっとどんなに素晴らしくって僕毎週買っててもこの良さはやんなきゃ分かんない。やってもらわないと分かんない。どのマシンもやっぱそうだと思うんだけど、うん、車とかも乗ってさ気に入ったら買うじゃん。はい。だからやっぱりマシン使ってみないと分からない部分っていっぱいいっぱいあると思う、うん、僕が実際にやってどんだけ言語化できるか分かんないですけどやってみます。撮ってないところでちゃんとトレーニングしてますか？かなり撮ってないけどめちゃくちゃレストポーズやったり2時間近くやってます。そうですね。いやーいいトレーニングでした。ここで終わってもいいんですけど、せっかくなんで、はい、自分の足って何センチあるのかと思って興味ありますね。そう、僕最後測ったの2016年とか社会人に入る直前とかそんなもんかな。でその時、まあ、70センチ台だったんですけど、こんだけ今フルパンプさせて結構体もでかくなってるんで何センチあるのかなとちょっと今測ってみようかな、はい、およし、はい、うわどうですか。あーでも80はないな。80はない。73だね。いや全然ない。いや73って相当太いでしょ。80ぐらいあると思ってましたね。あんま変わんねえな。72だ。あ、意外と違う。あ、意外と細い。あ、ちょっとショックかも。あれ80ぐらいあるのかと思ってた。ちょっと悔しいもん。いや悔しい。頑張ります。まあ僕の足回りはこんなもんでしたけど、シャイニージムの鍛錬素晴らしいんで皆さん来てください。ありがとうございます、はい、じゃあ今日は足取りでした。お疲れ様です。欲しいな。